はい、コツノンオーシャンビビラへようこそ。今回ご紹介するのはこちら、バーンとね、はい、また出ましたポップアップパレード、はい、そちらからハンターハンターですね、ハンターハンターのネフェルピト、はい、こちらをね今回はご紹介していきたいと思います。ではね、とりあえず箱の状態ですね、回転させてみてもらいたいと思います。はい、箱の状態回転させてみてもらいました。まあブリスターもねほぼこのまんまなんで、もうねフィギュアの方見ちゃいましょう。はい、ではね開封しましたんで見ていきましょう。とりあえずね台座、はい、こちらまあちっちゃいですね。前々回ご紹介したねネテロ会長、はい、ネテロぐらいの大きさですかね。うん、これはねかさばらないんでいいですね。うん、でやっぱりねちょっと分かりづらいかな、クリアブラックなんですよね。うん、はい、では早速フィギュア本体ですね、こちら、はい、ババンとね、はい、いやーこれねポップアップパレードの中でもねこれよくできてますね。うん、ネフェルピト感がやっぱ出てます何よりもね、うん、顔がね結構自分の中では似てると思いますね。うん、大きい目とね、うん、このなんか似合ってねにやけてる顔いいですね。で毛も耳ですね。うん、で尻尾もねこういうねなんかモフモフ感みたいな感じを表現してるのかな。うん、ちょっとデコボコみたいな感じで、うん、造形されてますね。でこう動きをつけてちょっと躍動感を持たせていると。で服もね特徴的な服ですからね。うん、ここら辺はなんかソックスみたいな感じですけど、ここら辺は何なんだろうね。うん、これは履いているのか、それともこういう模様の肌なのかわからないですけど、まあ、上はね完璧服ですよね。でピトーに関してはね、うん、なんか性別がどっち問題があるんですけれども、うん、明確には表されてないんですよね原作でも。まあ、中性的な感じみたいですけれども、私の中ではね限りなく、女性に近いんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあ、何よりね、うん、指が細長い、うん、でやっぱりまつ毛が長い、で胸はねここら辺をよく見れば分かりますけどちょっと膨らみがあるんですよね。うん、やっぱそこら辺でちょっと差はつけてるのかなとは思いますけれどもね。原作だとねも逆にもっと、うん、胸があったような気がしますけれども。でまあ声もね、うん、女性の声優さんが担当しているということでね女性っぽいですよね。うん、なので私の中ではね推しキャラの一つでもあります。はい、やっぱこのね足の細さとかもね、うん、やっぱいいですね。うん、いいね似てるね。うん、あよくできてるややっぱり。はい、台座と組み合わせました。はい、こんな感じですね。やっぱポージングもねなんか女性っぽいですよね。うん、いやーいい、可愛いですねピト。こう見てもらえば分かりますけれどもね、一応前回前々回紹介したね、ネテロとメルエム、はい、こちらもねこうやって飾ってます。ここにピトも飾りたいと思います。はい、ということでね今回は
以上で終わりたいと思います。最後はね、回転台座に回して綺麗な背景にしてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。消せないまま心の鉛が積み重なる。どれだけ積む